始まります。ドン・キホーテ。じゃあ今日もちょっとお土産チェックしようか。今ね、今日は2027年1月何日？ 29 夜の10時過ぎです。今日も朝からハードだったね、お疲れ様、今ご飯食べて夜の散歩に来ました。なんかある？ここ。何にもない。何にもないね、お土産。もうね、もうすぐね、日本と韓国行くけんね、何も買えんじゃんね、そう、だから買うとしてもお土産だけやね。お、オレオ発見。一緒？一緒やね、昨日とね、昨日、おととい？え、このリーセの美味しそうじゃん、これいいね、1個4ドルでもこれ美味しいね、そうやん、これ美味しい。なんて読む？なんて読む？ナティバター？ナタバター。は？ナタバター。ナタバター？ナタバター？ナタバター、これ美味しい、私好きです。7ドルぐらい、これも美味しいね。でもニューヨークの時はこれよく買っとった、ニューヨークやけんね。ここはね、ハワイやけんね。なんかあるかな、ハワイっぽい。リッツ、リッツもめっちゃある、見て。日本ないよ、こんなにいっぱいリッツ。でもチーズがインサイドとかないね、ないね。もういいか、オリジナルがある。オリジナルだけやん。でも日本は結構ね、インサイドチーズが多い。あ、これこれこれ、これが結構ポピュラーだよ。ノーマルだよ。あれがあるじゃない、あのなんだっけ、ダイヤモンドなんとか、ゴールドフィッシュ。あ、ゴールドフィッシュもね、いいよね、美味しい。日本の、日本でいうオットットみたいな、オットット、オットセイ、オットットか、オットットだとね。見て、これ何？クリスプ？チェダー、カラー。これもいっぱいいろんな、パルメザン。すごいね、いっぱいあるね。なんか牛乳瓶みたいな可愛い形のも見た。ターゲットで昨日。ここら辺はちょっとアメリカではないけど、めっちゃ高い、ワンタンクッキーね。ほんとやん、これハワイやん、イエーイ。ワンタンクッキー、どこで買ったっけ。コスコで買ったワンタンチップのクッキーバージョン、マウイで作られてます。あ、私の指が消えとったけど、マウイ？ヒロか、違う、ハワイ島か、ビッグアイランドね、です。え、これさ、見て、これアラモアナセンターにあるストアだね。なあ、るったい、知らんやった。これ私好き、なんて読む？チーゼ。チーゼ？チーゼ。チーズイット？チーズイット好き。なんていうかな、なんかね、チーズのお菓子です、そのまんま。これこれこれ、これハワイやない？ここ。これハワイやないと？ダイヤモンドベーカリー。ハワイ？マカダミアクッキー、いいね、ここ24時間買えるし。最近これも人気だよ、なんて読む？ターキス。ターキス？本当？本当に？ターキスって読むと？知らんやった。これは何フレーバー？ターキスとかターキスとか、でもターキスだよ。ターキス、なんでブルー？ブルーヒートだよ。何ブルーヒートは？スパイシー？うん。本当？クールってこと？うん。本当だ。エクストリームって書いてある。
私たちがドン・キホーテで必ずでもないけど結構の頻度で買うのはこれです。これめっちゃ買うね。でもね、売り切れの時とかあるじゃんね。のバニラ味が好き、幸せスフレロール。しかもね、値段が6ドルでね、いい感じなんです。美味しい、日本の味がする。でも日本にはね、こんな100円とかであるよね。100円はないか、200円とかであるけんね、あれかもしれないけど。惣菜コーナーです。今は夜やから店がね閉まってるけど、パック詰めされてこんな感じであるよ。見て、これわかる？何？出たね。ネットフィリックスでビビアンと食べたじゃん、ほら主人公が。わかる？本当わかる？あとあのお父さんも食べたじゃん、日本の味がするって言ってん。はあ、もっとレッドやったね、美味しそうやったね。ここのはちょっとフェイクかもしれん。フェイクではないけどちょっと節約やね。お寿司、ウニあるよ今日。ウニ100ドルです。めっちゃ高いね、100ドル。まあ、いくら食べたい。なんかあるかな、なんかあると思う？何が？そうやね、めっちゃチェンジしとうね。ハワイなので常にこれあるね、ボディーボードとかね。安いです。こだわりがなかったら買うのが一番いいと思うね。もう名前のネームキーホルダー全員ある？ネームキーホルダーみんなある？あるよ。ほんと？うん、ミワがなかったよ。ミワ？うん、マーマーパパマーマーパパ。あ、そう、これね5ドル29セントでした。3ドル49と思っとったらね、うん、びっくりした。いらん？あるよ。こうちゃん、こうくんとか、ゴーもあるよ。こうくん、ゴーちゃんとか。まどか、どっちだっけ？ファーストネーム。小林もある。お、太田もある。アンティ。ケン。またこれ見よね。いつも見よね。マウナケア。でももう、あ、ごめんね。お土産はそろそろいいかな。